はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。大谷様、石井様、ピオ様、吉野様、関様、水戸の康弘様、ももちゃん様、ご支援と物品とお手紙、子猫のしっぽ1号様、子猫のしっぽ2号様、ご夫妻でしょうか、ご支援プラスお手紙、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。何度もご支援いただき誠にありがとうございます。何名かの方は NHK スクランブルデモにご参加していただきました。こちらの方もありがとうございました。やっぱりというか、なんというか、テレビも新聞もどっこも取り上げませんけれども、5人グレーの国葬反対デモなら放送するのにね。NHK 前田会長77歳の次は、続投はしない、年なんでいうことらしいです。稲葉信夫かな、信夫じゃないですよね。信夫、元日銀理事72歳に決定だそうであります。ネットの反応です。あれ、前川さんは前川さんじゃないのか。前川、あれれ前川、本人もノリノリだったのに惨め。組織力使って大貧困調査するんじゃなかったのに、パヨ激推しの前川でなければ誰でも OK。 イーロンマスクにやらせろ。イーロンマスクにやらせて、イーロンマスクに会長やらせたらNHK のキラキラ職員半分ぐらい首切って、すっからかんになるのかな、思ったりなんかしてね。今 NHK の職員1万175人です。これ何年も変わってなくて、全然ポストが増えたり減ったりしねえのは、やっぱり受信料商売だからでしょうかね。試験なんですけど、稲葉信夫さんは日銀時代、量的緩和を進めた実動部隊のリーダーだったそうであります。NHK の会長はどうやって選ぶのかと言いますと、12人の経営委員の多数決で決定だって、だけれども経営委員がどんな基準で選ぶのかは一切明らかにされておりません。なんでこの人選んだの、って聞いても答えてくれません。その経営委員12人の選定基準も一切明らかになっておりません。月2回開かれるですね、経営委員会は、会長プラス11名の執行部、こちらはですね、下から上がってきた NHK 職員です。専務理事、経営理事、技術理事、平理事などなど、の与党ですね、会長プラスその豊島区で言ったら総務部長とか教育長とかそういう連中、区長に率いられたそういう連中 VS 議員全員野党、VS12 人の委員、これは野党議員ですね、の対決方式、なのは地方議会と同じ仕組みだな。委員の選定基準も適当だったら、不明でね、適当だったら、機能してんのかな。結局はですね、経営委員会の承認を得ましたって、下から上がってきた執行部、NHK の本体とも言える連中ですね。課長から部長、部長から、理事ってね、それらの責任逃れの機関になってないか。地方議会は責任逃れの機関になってます。実は区長とその部長ども、課長どもの事業計画を議会で承認されましたいうですね、だから私らには責任ありませんっていう責任逃れの、機関になってるんですけど、前田会長77歳の功績は評判最悪だった下請け集金人を辞め直接雇用の職員にしたこと、集金人がいなくなるわけではありません。皆さん誤解あるようですけど、集金人は訪問します。あなたのお家に。だけど、評判悪かった下請けがなくなって、直接の NHK 職員が出向く。こういうふうになるだけであります。おかげで、集金人の苦情も減ったしで、一番 NHK をぶっ壊したのは、NHK の
前田会長なのかな、偏向報道、捏造報道の報道犯罪はなんかますますひどくなってますけどね、この前もなんだかっちゅう、外国の、まあ、あの中国だか韓国だかの企業のね、LINE か LINE の宣伝してたって、言ってましたしね、まあ、契約しねえから早くあのスクランブルにしてくれという話であります。第73回紅白人選の段階で大爆死予想、記事が出ておりました。昨年過去最低の 34.3% を記録し、あれ昨年ってまだコロナやってたからみんな家にいたんじゃねえの、それでもあの過去最低記録しちゃったのいう感じですけど、今年はそれを下回り過去最低記録を更新確実と言われております。大手芸能事務所なぜか韓国勢復活てんてんてん、NHK の杉山健二実施本部長、紅白実施本部長かな、まああのこいつが一番賄賂もらえるやつなのかな。選考基準について今年の活躍、世論の支持、番組企画にふさわしいかの3点を挙げたそうであります。ネットの話です。というかテレビ付けの高齢者が聞きたい曲をテレ東でやるって、テレ東の戦略だよねこれ。年忘れ歌合戦かなんか言って、あのテレ東が裏で演歌とか大量になんかあれすんだって、昭和の、まあ、高齢者向けの歌番組やってて、こちらはですね、去年 8.4% の視聴率取れたと、今年は 10% いくじゃないか、その代わり紅白が減るんじゃないかという噂予想、真面目にマーケティングしてんのがテレ東だけなんだよ。派遣は多分 MX のアニメ特番とテレ東の孤独のグルメだな。大晦日はももクロ一択。ももクロって学会っすかね、皆さんご存知だったでしょうか。学会のアイドルがももクロです。基準の3点を全部外してるのを選ぶって意味かな。大昔はレコード大賞から紅白の流れだったのにね、普段からテレビなんて全く見ないって人がどんどん増えてるわけでして、落ち目のパヨ流れとはよく言ったもんで、もう NHK に日本人おらんやろそんな気すんな。デビュー前の新人が出られるんだから紅白出場歌手に何の価値もない。知らんのばっかだし、民は年末は NHK 忘れる。実施本部長が挙げた選定基準なんですけど、今年の活躍ってじゃあなんでデビュー前の外国人が出れんのよ、おかしいだろ、一個も活躍してねえだろ、実績ねえだろ。世論の支持、誰がいいかアンケート調査とかやりました？やってないっしょ。売り上げも全く無視して、ね、デビュー前の子らに世間の支持もへったくれもねえよね。デビューしてねえんだから、だからおかしいんだって話。この3点を挙げたっていうけど、番組企画にふさわしいか、こういう番組目指しますって公表してないですよね。だから人選で判断するしかないんだけど、人選からはですね、ゴリ押しして流行らせたいタレントを出しますとかしか、とか、賄賂が多かったんでとかしか見えてこないんですよね。いっそね、一人出すのに賄賂何千万かかりますって金額公表しろっつうの。そしたらね、ここの事務所は賄賂頑張ったんだな、全部で何億円払ったのかってわかるしね。紅白出場歌手の、紅白に出たんだすごいねってプレミアをデビュー前のコラを出して自らぶっ壊す NHK と、紅白に出たんだすごいねという価値をぶっ壊す、破壊する、デビュー前のコラ出して、つまり実績も何にもなくても出れるもんだいうですね。賄賂が多ければ、パヨール石井や水道橋博士など、芸人も政治家も貧すればパヨールっていうのが言われて久しいですけれども、NHK も貧してパヨってんでしょうかね。前川喜平だって天下り斡旋で文科省トップクビになって、退職金をもらってなったんですけど、安倍がやったおかげで貧困調査がなしになりましたもんね。気持ち悪い貧困調査がね、我々にできる抵抗はテレビを見ない、あるいはテレビを捨てるでしょうね。まあデモやるのもいいですけど、
木原誠二副官房長官、日韓戦が見てみたいと発言し非難午後、もちろんサッカーなんですけど、明日の夜中やるのかな、日本とクロアチア戦は。うちにはテレビがないんで、まあ、あのどっかネットでやってるとこあるといいなって感じなんですけど、ネットの反応です。関わりたくない、日韓戦とかマジ最悪、一番見たくない試合だな、韓国と試合したい国なんかない、関わりたくないから全力でブラジルを応援、リップサービスも大概にせよ、ブラジルと戦いたいと言わないセンスのなさ、勝っても負けても嫌な気分、この判定がインチキとか数十年粘着される、流血試合をお望みか、こいつつぼってんの、韓国が負けたら新大久保で暴動と略奪が起きそう、これ韓国国内でも起きそうだな、全力のブラジルとの真っ向勝負、サッカーファンはそれを見たい、木原副官房長官、ウィキ見たらつぼってますね、だいぶつぼとの関係が指摘されておりましたけれども、あとは公明の推薦もらって当選してっから頭上がんないだろうな公明にはな、会見もですね、どちらかといえば賛成とか生ぬるいこと言ってるしね、だったら会見が当然、決闘以来の当然である、まあ一言一句変えられてない情けない自民党になんでいるっつうんだろうね、会見賛成だから自民党にいるんですって言うんじゃないんだ、なんとなく政治家やってんですかって感じですね。高木陽介公明党政調会長、次世代原発への建て替えについて容認する、原発に依存しない社会を目指す党の方針は変わらないと、テレビ番組内で言いました。ネットの話、お前らの許しなんかいらねえいちいち公明党の許可取らなくちゃなんねえのか、まあ、国交省を牛耳ってますからね、原発は関わり深いのは経産省のエネルギー庁とですね、まあ、国交省、国土だから、維新や民民と連立されたら切られそうだから焦ってんだな、ようやく現実見たか、電気代のこと考えりゃ普通そうなる、こいつら乗っかってるだけなのにうぜえ、連立解消で自民の支持率爆上がりなのに、連立外されそうだからこびてきたか、建て替えには賛成だけど公明党はいらない、公明は商品券とかクーポンとかに絡んでばっかと、なんか民民と連立しか、自公民にしかなんて報道があってですね、岸田総理が考えてないって、否定してましたけれども、まあまあそういう報道で揺すぶられてるかもしれないですね。原発建て替え容認するって言ってもクソ味噌ですよ、この通り、日頃からどんだけ嫌われてんだおめえよという感じですけれどもね。なんかアメリカ人のデブ、おデブちゃんの、まあ、男性が、まあ、日本に1年間その支部支社に来てて、でとんかつ定食気に入っちゃって、毎食毎食毎晩毎晩ダブルロースカツ定食なんかを毎日食ってて、太るのかと思いきや10キロも痩せて帰国したっていう話が好きなんですけれども、だからアメリカで一体何食ってんだおめえはっていうですね、のが話が好きなんですけれども、まあ公明党もですね、日頃何やってんだよこんな嫌われてっていう、我々がドクターヘリを実現させました、我々が何々補助制度を作りました、公明党のポスターって手柄自慢ばっかなんだが、その手柄本当なのかな、試しに公明党から国交省を取り上げてみたいですね。あとなんでそんなに国交省に執着するのか、いつも国交大臣は公明党なのか、なぜなんだそれ、いうのが知りたい、そして国交省取り上げられた公明党がどうなるか見てみたいと思います。というわけでメール党員さん大募集であります。12月29日にはメール党員さん限定の忘年会もやります。
よろしく、メール等員になってください。どっから入るかは動画説明欄のもっと見るっていうのをクリックしていただくとババッと開きますんで、そちらからどうぞよろしくお願いいたします。デトックスジャパン。